初めての登板に初めてのヒット、いろんな初めてがいっぱいのホークスこぼれ話スタート。まずは2軍開幕戦のマウンドを任された田上聡太投手、非常に綺麗なボールを投げていたんですね。ここも外角低め151キロのストレートで見逃し三振。時折雨も降る難しいコンディションながら5回を投げ6奪三振、無失点という快投。プロに入って公式戦で初めて勝利投手となったんですね。ただその大事なウィニングボールをなんと小久保監督にプレゼントしてるんです。そう、小久保監督も2軍監督になって初勝利だったので、どうか受け取ってくださいということで渡したそうなんですね。ボールだけじゃなくて心まで綺麗な2年目の19歳、今後が楽しみです。一方こちらは100戦連覇のピッチャー、新助っ人のチャットウッド投手が実戦デビュー。最初のバッターをこの切れ味鋭い変化球で空振り三振に仕留めると、その後も変化球を中心に3回を投げ無失点という安定したピッチング。相性はチャティ、一軍デビューも相当遠くはないはずです。続いては守備のファインプレー、レフトに上がったボール前進して前進してキャッチしたのは育成の早慎之助選手。50メートル6秒ぴったりという俊足を生かしてナイスキャッチ。ちなみにお父さんのハトコが女優の夏木マリさんなんだそうです。そうでしたよね。続いてはこちらのプレー、ピッチャー返しのボール足に当たったところをサードが取って一塁へ送球アウト。今のプレー強烈なピッチャー返しを坂東投手が上に跳ね上げるように蹴り上げて、これわざとかな、それをサードの井上選手がナイスキャッチしてこのスローイング見事にアウト。2人のあうんの呼吸が生んだナイスプレーとなりました。一方攻撃陣では柳町選手絶好調、開幕3連戦で12打数6安打打率5割と落ちまくっていました。残念ながら目標の開幕1軍には届きませんでしたが、去年2軍で最多安打のタイトルを獲得した男、筑後で結果を出して1軍返り咲きを狙います。そしてこちらも1軍返り咲きを狙う井上智也選手、小久保ホークスの初得点は井上選手のバットから生まれました。開幕3連戦全試合で4番を任され、全試合で打点を挙げる活躍、特に第2戦ではこの試合を決めるサヨナラタイムリーを放って勝負強いところを見せてくれました。今日は応援に来てください。成長した姿を1軍で見せてくれることでしょう。そして最後はギータ2世笹川義康選手、まずすごかったのがこの打球、これねファールにはなったんですけど、はい、この弾丸ライナーでそのままフェンスにダイレクトに当たるんですよ。そこまで届く、ね、で横から見てるともうなんかギータじゃないですか、です、ね、スイングはね、うん、そして待望の一発も飛び出しました。この打った瞬間という当たりは2軍公式戦初ホームラン。去年は怪我で苦しみましたが、今年はブレイクの期待大、ロマンあふれる一発となりました。